おや、あなたは噂の新人の方でしたか。僕は秋水、モノノフの研究員を務めています。何かわからないことがあれば何なりとご相談ください。あなたはどことなく変わった雰囲気をお持ちですね。滅びに見入られたこの世界で、あなたがどう生きるのか楽しみにしています。
何かよ。気を引き締めていこう。
鼻と知れ。よくやった、任務達成だ。おもちゃをあげよ。こんにちは。行こうか。頑張ってください。気を引き締めていこう。Thank you.
にちは。何でも聞いてください。もういいのですか？やあ、任務は順調のようだな。どうだ、歌方の暮らしは。そうか、ならよかった。美しい里だ。緑豊かで、水も澄んでいる。私には妹がいてな、ここで一緒に暮らしている。それだけに、この里を鬼に蹂躙させるわけにはいかない。まだ経験の浅い君を最前線で戦わせてすまないと思っている。ただそうする以外に私たちには生き残る術がない。どこも人手不足でな。8年前の戦で多くの仲間を失ってから。君には期待している。里の人々をその手で守ってやってくれ。そうだ、言い忘れていたが、私は任務でしばらく里を留守にする。その間、他の者と任務に当たってほしい。これが問題児たちなんだが。まあ、君なら大丈夫だろう。よろしく頼む。ご活躍です。